いやもう勝ち負けじゃないんだよね。もう俺ふっかさんとゲームできただけで俺はマジで幸せ。いやいやマジで思ってる。2トンの時計外すの2トンねえもん2トンドーン声で言ってんだよドーンってさあショータイムの始まりだうん読んでるよおりゃよっしゃうまいなごめんごめんしていやちょっと悔しいですねごきげんようよいしょさあ始まりましたジャニーズゲーミングルーム今回はこちらのメンバーでお送りしますどうぞ向井浩二深澤達也こちらのメンバーっていうか2人なんですよ2人で、はい、コンビでらしていきますけどいやそうなんですよ今日ねこの2人で行うゲームはですね、はい、大乱闘スマッシュブラザーズ来ましたねあれまだやってますよねこれねいややってんのよやったやってる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 んだけどまあねこの2人といえばまあちょっとまあいろいろなんだろう因縁というかなんだろう結構因縁というか、まあ、結構、まあ、揉めることが多いんですよ正直ゲーミングルームっていうのはみんなに楽しんでそう見てくださる人たち楽しんでもらうっていうためのコンテンツじゃないですかゲームが好きな僕たちが集まって、ね、でも正直この回はなんかみんなが楽しめるかなってちょっと不安ですここがもうずっとバチバチしてるっていうそれ言うけど、うん、ずっと負けてんじゃんいや違うごめんごめんごめんずっと負けてないからねゲームまだ始まるすいませんずっと負けてないのよ違うこれは違うじゃんだってさなかなかこう差しで戦うってなくない4人とかになると4人いつも4人とかになると実力が分からないあえて分かんないじゃん本来の実力って4だとさこう集中攻撃されたらまあそれはさ負けちゃうじゃんはいでもなんかその俺とコージは結構そういうバトル系が多いからそうね今日このゲーミングルームでちょっとはっきりさせようじゃないかなはっきりさせようとだから本当にうんプライベートそのバチバチなんで、うん、こうやって仕事を通して決着をつけようといういやそうですよだからこれでもう言えないよみんなに見てもらうからここで負けてしまった場合本当にもう二度と俺より強いっていうの二度といやいいよ二度とね二度とだから一回だけ言っていい、うん、これスケジュール入ってからさ、うん、練習してたよいやしてたよいやしてたよいやいやいやちょっと待って待って昨日してたよ違う俺がちょっと聞いて俺が、うん実は、はい、俺言うわ昨日練習しましたはいした、ね、はいはいしました俺はちょっと長めに仕事もあったからまあ2時間ぐらいやりましたって結構長長めね2時間長めに練習したやつたら4時間やってる倍やでいやもうそう練習とかじゃないですこう純粋楽しんでたら気づいたらあ4時間経ってたっていうだけの話ですいや本当によくないよくない、うん、本当にだから今日ちゃんとはっきりさせますからねこれでいやだからうるさいやろオープニングな見て9分編集じゃもっと短くなってるけどいやここもしっかり使わせててでまあスマブロをやるにあたってなんですけどやっぱルールをどうしようかということなんですけど、はい、まあ僕たちがいつもやるのはだからストックだねストックの、どんぐらいのねキャラのなんていうのキャラのどんだい何体落ちたかってやつそう、はい、それで、じゃあうちら3機だよねいつもはい3機そしてアイテムはなしそうこれが大体僕たちのやるね本当に何もない状態何もない平地ででマジの実力勝負っていうねそうだからゲームじゃなくてこれでもいいのよなんですよなんですよなんですよ実際に実際にやっても意味ねえだろだってこれ実際だったら勝つけどねいやいや俺が勝つけどねなるほどやってみる今実際やってみるでもお前価格が引きがあったら見せてあげたんですけどね俺なんでこのゲーミングルームには引きがないの俺が 2P そう俺 1P あれねちまったねはいあれお前コージコントローラー何うん、コントローラーですこの人違う普通のっていうかこれでしょあプロコンでしょうん僕もプロコンです違うじゃんお前さちょっと勝負してお前しっかり買ってるでしょそれ多分あはい結構前に買いましたお前さしっかりやってんじゃんやっぱキューブの時のねはいはいはい録音が好きなんいや分かります分かりますよそのフィット感ちょっと待ってねキューブの時の録音って何キューブの時の64は戻ってんな2個戻そのなんつうの2個こう前のやつだから改めてルール説明しますとストックさんそしてアイテムなしでプラス、まあ、勝ち負けどうやって決めるか、はい、先に3勝した方の勝ちああ3回勝てばね3回勝てばいいあじゃあ3回やったら終わりですね今日
そうですね、まあまあ俺が勝つんで、いや3回勝てば、いや違う違う、だから俺が3回勝つんで大丈夫です。じゃあ今回の動画短い短い短いだ、3回戦で終わり、3回戦で終わりますから。そうそうそう、3回こう勝てばいいんでしょ。そうだよ、え、すぐ終わります。いや、いいの逆に。でも大丈夫だ、トークでお前14分喋ってるから。いや、これはもう勝ったよ大丈夫だよ。あのね、長いのよ、長いのよ、本当に。じゃあ俺、はい、あ、もうね、ふっかさんはもうサムスしか使わないのよ。いや違う違う、ガチでガチで勝ちに行けばいいでしょお前。うわー、はい、好きね、クラウド、クラウドでいいんですか。あなたはまたクラウドですか。一軍はクラウドなんよ。あのね、だいたいクラウドは横の攻撃が多いから。いやいやいや、で俺、俺に緊張してきたまあ最初はちょっと様子見だな。ほらね、やばい、昨日と家でやってる感じと違う。めっちゃ緊張する、めっちゃ緊張する。あれ、そ、あれなんか動か、あれ、あ、オッケーオッケー。ずるそれ。ねえ、てか俺の上が効かないんだけど。あれ、ちょっと待って、なんか鈍いんだけど、めっちゃ。しゃあ、きた、オッケー、掴めた掴めた掴めた。あれ、兄さん4時間練習したんですよね、昨日。したよっしゃー、まあまあ最初こんなもんか。やばい、口数が減る。お前さおいよサムス、喋れよ喋るよ、そっちも喋れよ。やっぱね、練習は練習でもね、濃い練習をしてるしかしてないからね。違うね、やっぱこのせクラウドに有利だね。見た、今のジャストガードみたいな回避、今のはプロの技。待って、うわ、ちょっとミスだな。よし、ちょっと甘いな。ごめんごめんしてる。いや、ちょっと悔しいですね。見ました、もうなんかオープニングで言ってたやん、ね、なんか因縁のみたいな、なんか前より弱なってます？ちょっとなんかね、なんか上が飛べないんだよね。まあそれはね、てかやっぱさ、なんかあんま、ちょ、コントローラー悪いな。コントローラー変えますか。じゃん、いやいや、変えない変えない。で、俺これ変える。交互にやっていく、これ。交互にやっていく。で、俺これでそうですね。もう俺キャラ変えてもいいけどな。いや、クラウドでいいよ。皆さん応援の方よろしくお願いします。クラウドが向井で、サムスが深澤さんでございます。じゃあやらせていただくか。まあ面が変わってもやることは変わりませんけど、倒すだけですよ。うまい、今のちゃんと褒めるね、相手をゲームは皆さん相手を褒めることが大事です。皆さん応援の方よろしくお願いします。この動画あと5分で終わりますね、多分。これ見てたら多分スマブラやりたくなるよな。なる、うん、やばい。うん、読んでるよ。おりゃー。さあ、ショータイムの始まりだ、うん、ポーズも取っちゃうよ俺。あれ、2時間、あれ、4時間練習したんですよ、先輩。そう、はい、避ける。あ、ミスった、危なー。きしゃー、やばい、これはやばい。あー、届かん。クラウド、上 B が弱い。ちょっと喋ってよ、フッカさん。さっきから喋らんよ、全然。ずるいずるい。なんでなんで。ええー、これ無敵モードね、今。あー、もったいない、もったいない、もったいない。この一撃に全てをかける。うやばい、父ちゃん直伝。追いかけよう、やめよう、クラウドじゃあんまり。見ておきみたいな、やめてよ。ああ危ない、いけるいけるいける、やばい、これやばい。うわあ強いやばい、あれ、あれやあれやあ
しゃい。うわ、悔しい。気づいてます？はい、もう2回買ってるんですよ。いや、そうですね。だからちょっとあれなんで、次ランダムでやってもらってもいいですかね。もしもし、何の、あ、ステージはランダムね。いや違います、あのキャラクターなんですけど。もしもし、あのやっぱこのままだと動画も短くなっちゃういや、でも真剣勝負ですやん今日は。いや、でもその動画のことを考えると真剣勝負ももちろん大事です。見てくださいよ俺の手震えてる。震えてますか。いや、でもやっぱそのあの、うん、もっとよりこのスマッシュブラザーズの良さを知ってもらうためにはちょっと長くやった方がいいなっていうふうに思ってて、次の回だけちょっとキャラクターをランダムでやってもらう。お互い、いや、ぼ、あの向井さんだけです。今2勝してるんで。ちょっと待って、周り満場一致っぽいな、これ。え、満場一致やな、これ。うん、これちょっとあのこのままだとやっぱ、いや、あっけなく終わってしまうんで。こんなルール冒頭に説明してました。でも練習してたんですよ、4時間。そうですね、練習してました。なんか今日でもそれ以上に向井くんが強かったっていうだけなんですよ。でも途中さ、めっちゃ面白くなかった。あの、しかも途中マジで勝ってやろうっていう。そう、お互いがさ、避けて避けてマジでやってやろうみたいな。これがスマブラ。そうなのよ、これがスマブラ。はい、じゃあランダムでお願いします。なんや、なんやこれ、来い。来た、やばい。スネーク、スネーク使ったことない。スネーク使ったことない。どうやって使おう。いや、スネーク前で使ったことない。なになに、下に打ったよ。いやー、攻撃が遅いな。スネーク強い人強いよね。強い人強い。いやね、めっちゃ打つやん。めっちゃランチャーにするやん。普通の攻撃ないんこれ。ありますよ。わかった、これですよ。これ何、これ何、ぶね。オッケー。スネークはこんな表に出るキャラじゃないのよ。もっと隠れて。そう、隠密になる。隠密にある。どこが隠密やねん。でも知ってはいるんだね。うん、やってた。フェイスピンの時に。やばいやばい。作戦変える。あ、くそ、やべえ。一気ぐらい落としたいな。あ、ねえ、勝って動かないで。やばい。おお、リアー。おわやー、うわっ、うめえ。これ何、オッケー、ぶね。おいおお、なんで下に打つの、上に打て。まあそれが君の作戦やろうけど。あー、もう遅い。マシンガン持ってくやろ、あなた。ゆいと、はい、これ飛び込み前提。これなんかいろいろあるな。なんだそれ。意外と食らうそれ。うわ、追尾かい。まだ打てる？なんでずっと構えてるの。しまってよ。あー、ごめんなさい皆さん、うるさくした。はい、来いよ。あー、悔しい。来た。え、それ何？今なりたい。これ。イエーイ、ゲッティゲッティ。よし、スネークもっとマシンガンを隠密コード、せめて一気を打てすね。なんでちょっと、ま、一個だけ、なんでランダムで買ってこんなやるか。よし、俺の提案、お互いランダムでもいいけど。いいよ、お互いランダムでもいい。じゃあ場所変えていい？場所は一緒にしようよ。あ、終点のってことね。え、そう、うん、ランダムで行こう。疲れた今の。ランダム行こうよ。ランダムね。うん、ちなみに何が使えるこれ。来たらやばいな。でかい系が無理だな。クッパとかドンキとかね。うん、俺ちなみにやけど、スネーク以外全部使えるの。まさかまたスネークなんてことはね、ないやろ。これスネーク、うわー、ロイか。でもパワー系だな。あ、待って、俺のじゃない、俺どっち、これ何、これカムイか。カムイがいいな。俺新しいやつや。なんだこれ、どうやってやんだ。新しいキャラや。
どうやったんだこれ、なんだこれ、カメラ、なんだこれ、どうやったんだ、なんだこれ、なんだこれ。あ、ふかさん1個教えたるわ。何、あの、B かな、強い攻撃長押ししてみて、ずっとずっとずっとで、最後まで溜めたら10食らう。え、最後まで溜めて撃ったら10食らう。誰が、自分が、なんでだよお前。で、教えとくわ。いらねえってそれ、溜めねえだろ絶対。じゃあでもそれは一撃必殺よ、ほぼほぼ。え、本当に。そう、今みたいに溜めたらもう一回溜めてみる。そう、溜めて見といて、102やろと10とか。うわ、すげえじゃん。やろうか。は？そうなんだよ、あれはずっと来るんだよな。この子無理だね。これで勝負決まんじゃん。じゃあさ、あ、倒された。減らしてよ、もう一機。ちょっともう一機減らしてよ。やばい、そんなんで勝って嬉しい。嬉しい、やばいいよ、いい、今の、今の戦い良かった。やばいやばいやばい、一気減らしといたよ。いや、どっち今遅いの。一気減らしといたタイミング。攻撃しないでよ、まだ。なんでよ、まだ無敵ゾーンじゃん。ずる、一回生きとったのよ。あ、来てる。ずる、ずるいずるい、今の。やばいやばい、あ、危な。負けたくないよ、負けたくない攻撃もしたくないのよ。よっしゃ、どちらも頑張っています。ゲーム一生懸命なんです。それは無理だ。しゃーしゃー、さすがだわ。よし、ってことで練習はとりあえず終わったから。やばいって、やばいよ、それはここからってことね。ねえ、やばいよ。今37分ですよね。ああ、じゃあもう これぐらいか。まあまあ時間的にもね。まあでも僕に見てたじゃん。うん、これで、じゃあ分かった、もう一回だけクラウドとサムスやろう。で、コウジの勝ちは決まりです。もう決まってます。いや、なんかそれずるくない。いやいや、俺これで負けたら俺後味めっちゃ悪いよ。いやいや、じゃあコウジの勝ちは決まり、もう勝ちは決まり。はい、じゃあそれまず言ってもらっていいですか。まずコウジの勝ちは決まります。これで、僕が1回しか勝てなくて、コウジが3回勝ったということなので、コウジの勝ちは決まりです。はい、最後お情けもいただいたのでね、はい、で、まあここで一番最後にちょっと最初コウジがやったクラウドで、僕がやったサムスで、もう一回ラストこのバトルで締めたいなと思うんで。なるほどね。はい。でもコウジの勝ちはもうこれ勝ちです。わかりました。はっきりこれから表でコウジの方が強いって。そうね。俺も言います。つい俺が負けても絶対言います。お願いします、ね。絶対言います。それは。で、場所はあれでいいですよね。向井さんの好きな。そこで。ここです。はい、そこで大丈夫です。はい、これでこの勝負で最後となりますんで。ちょっと待ってな。2トンの時計外すの。はい、2トン。ねえ、2トン。ドーンってお前。すいません、音が。声で言ってんだよ、ドーンって。サムス。でもた、でもた、でもさ、スマブラ、おもろいよな。いや、面白いですよ、これは。2人でやってもいいし、それこそ大人数やってもいいですから。そう、友達とやってもね、はい、負けてもね、喧嘩にならないの。そうなのよ、俺と浩二ぐらいだよ、喧嘩になるの。そう、俺らぐらい、俺たちぐらい一生懸命やってるから。そう、なんかさ、俺他のメンバーには負けてもいいんだけど、浩二に負け、なんか浩二もそんな感じじゃない。わかるわかるわかる。さっきもだから、攻撃したら飛ばされんちゃうかなと思ってどっちも行かないんで、このそうだね、のこの薄いやつみたいな。そう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 、ちょっと早打ちでしょ。そう、そんな感じで。クラウドでいいんすか。はい、いいですよ。あれ、フォックスかクラウドで今日迷った。あー、フォックスも使ってるね、イメージあるわ。クラウドの方がちっとうまい、使いやすいってことね。お願いします。お願いします。うわ、作戦変えてきた、作戦変えてきた。玉ボールになってる。いくよ、みんな応援してよ。なんで背中向きでやった今。いいじゃんか、背中で語り合おうぜ。いや、それ見て、今ミサイル剣で切った。めっちゃ集中してる。今年一番集中してるかもしれない。うわ、ジャストガード、はい、なんでさ、クラウドの攻撃一回も食らわせられないんだろう。俺まだゼロやもんな。なんだろうね。どんだけキャラを愛してるかじゃない。クラウドがクラウド、それクラウドがクラウド、ダッサい、なんか言ってたな。俺のこのサムスのさ、一番のさ、その溜めて打つっていう行動ができないぐらい早いんだよね、クラウド。何が押したか、うん、俺が前に入ってるから。格闘技してた。え、格闘技、スマブラって格闘技と繋がってるから。そうなの。そう、相手に準備をさせない。やばい、うまい、今のサムスうまい。はぁ、
違う技を試してみるか。みんな違う技見たよね。了解いたしました。一緒じゃねえかよ。一緒じゃん今の。青く光りました。さっきの一緒じゃん。ふっかさん今日寝られへんのちゃうか。いや大丈夫、しっかり寝るよ。寝れる、うん、今度オンラインでしょうよ。いや、やんないよ。なんで。俺結構あの根に持つタイプだから。俺嫌いな人は嫌いだからさ。おい、まあ、多分まあ、ゲーム入ったんじゃない、嫌いな人の中で。俺、うん、じゃ負けていい。多分入ったと思うよ。だから明日からの対応だけ気をつけてね。分かった。言いながらね、優しいんですよ、ふっかさんは。惜しいね、今の。優しくないよ。優しいよ。たまにご飯おごってくれるし、最近おごってくれないですけど。まあね、こっち行くんだろ。待って、しゃべるのやめる。ちょ、モード変えるわ、クラウド。集中モード。手塚ゾーン。やばい。おい、ありがとうな、わざとやってくれて。わざとじゃなかった、今の、マジで。もう一発耐えたやろ。118ですからね、皆さん。よっしゃ、何で決めようかな。やば、多分それが長いんだよ、リーチが。それ惜しい。悔しい。皆さん、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。はい、このゲームが早締め、この動画が、ね、いいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。多分もう二度と向井康二と二人はないと思います。またね、バイバーイ。仲良くやろうね。